先生の動画で中枢性統合というお言葉を何回か聞いたことがあるのですが、中枢性統合の鍛え方などあ,るありますでしょうか差し支えがなければよろしくお願いしますということですね。鍛え方としてはどうしたらいいのかということになるとですね、まあ、一つ一つの断片的なピースをやっぱりくっつけていくっていう作業なんですよね。相手を見たときに、すごくね、運動神経が良くてスポーツマンで、なんかすごくたくましいように見える人が、 同級生とかが意外とねなんかあの変なことにコンプレックス持ってたりとかしてすぐ泣いちゃうとか変にねぬいぐるみが好きな人がいるとか、ね、<laughs> ぬいぐるみが好きだったとかねなんかこう相手の裏の面っていうか多様な顔ってあるのがあるんですねそれを同時に理解するようになるっていうことなんですよねだからいろんな人のいろんな顔を見るとか自分の中のいろんな側面を知るってことが中枢性血統合を鍛えるポイントですね。 もちろんその別に、えー、表裏表があるものというのは人間だけに限らないですよその。どんな製品とかサービスでもあってもそうだし政策、えー、だってそうだし国の歴史だって裏と表があるんですけれど。でも、まあ、あの人間 を例にやった方がいいですねそれはなぜかというと我々が一番記憶に残すことができるのは学習効果が高いのは人間を介したことなんですよだからまあ人間のです、ね、表裏を知っていく社会の表裏を知っていく自分に関係ある人のまあ強い面弱い面長所短所をまあ知っていくと、まあ、いうことはすごく重要なんじゃないかなと思いますねそうすると結構鍛えられますよ